はい、純ちゃんの純でございます。本日は昨日実装された7つの大罪とのイベントコラボ、どのようにしてまあ攻略していったらいいか、ちょっとやっていこうかと思います。ではスタート。はい、ということで早速ですが、昨日実装された7つの大罪のコラボイベントのを見ていきましょう。まあ皆さん画面上のちょっと私の後ろにピカピカ光っているイベントコラボボタンを押していきますと、週末のうちコラボイベントというマップがね出てきますということで、1から10までクエストはあります。まあこの中で、なんといつもと違う点がまず1点、3種類になります。集めるポイントというものがいつもだったら2種類をまあバフキャラたちを連れていきつつ、どっちかの、欲しい方のバフキャラをいっぱい連れてってクエストを周回していったパターンがありますが、今回3種類、そしてなんで1個増えてるかというのはこちらのポイントショップ見ていくと、一番まあこっち側かな、聖騎士の剣、そして女神族の宝石というものが3種類目、豚コインって呼んでいいのかな、豚コインというものがあります。イベント装備内容を見ていきましょう。なんと聖騎士の剣っていうのが攻撃力1850、そしてクリティカル率 35% で PVE クリティカルダメージが 40% 上乗せできるということで、もうこの旧セブンナイツ勢が来ました。そして神話装備が来ました。もうそれに対応した新たな装備ですね。こういったものが出てきています。そして、女神族の宝石、防御力220、弱点攻撃ダメージが 35% アップという、宝石も来ているということで、こちらを手に入れるために、豚コインが45枚必要ということになってますが、これがまた出ない出ない。今までっていうのは、イベント的に、ほとんどそのイベントのクエストをクリアしたら大体まあバフ連れてったキャラ的な人数もありますが、最低1出るとしてバフがかかってて2枚3枚出るとするじゃないですか。今回のこの豚コインに関しては出たらそのバフキャラ連れて行って、かけるいくつになるだけで、この豚コインに関してはまあメリオダスだけだったかな、きっとね。で排出されない率の方が非常に高い。まあ10回15回に1回ぐらい出たらいいかなということで、まあちょっと昨日ねいろいろ回ってみて45枚は溜まりました。まああと10枚でどちらかが交換可能ということですが、まず皆さんね、今回絶対この聖騎士の剣は手に入れておいた方がいいので、中心としては豚コインをまず集めていくっていう周回の仕方した方がいいかと思います。まずこれ集めちゃった方がいいかと思います。で次なるもの、はっきり言いましょう、別にメリオダスやエリザベスバンを手に入れたいっていう方もいるでしょう、いるでしょう。それよりもアスト鉱石上級 ×1 が7個いただけの一番こっちの方見てください。アスト鉱石中級 ×1、なんと999個交換可能になっております。これを狙ってもいいかなと思っております。今回の、この、7つの大罪、周回っていうのは、キャラクターを手に入れるっていうよりか、このアスト鉱石狙いで回る。プラスアルファイベント装備を手に入れるっていう考え方で僕はいいかなと思っております。では早速ですが、じゃあどこで周回した方がいいかっていうのをちょっと考えてみましょう。まず1見ていきますと、ワインですね。ワイン系が出るだけ。2番、今度は残飯だけが出るパターン、スタミナが5とで、こちらもワインで、こちら残飯かな、ワイン残飯のワイン残飯の繰り返し。そしてここ5番ですね。ここで鍵の使用率が10になったところで、ここで注目が、一応アスト鉱石上級がドロップするかもよという形になってますね。ここでね。で、6番、残飯ですね。ここもアスト鉱石上級が出てくる。鍵は10になっております。そして、7まで来ると、豚コインが出るかもよ。かもよと。で、ワインがもらえるっていうパターン。だコイン出る確率があるっていうことで、ワイン回すんだったら、
排出率的にはきっとこっちの方が少ないと思うんですよね、きっと。で、8番。こちらもコイン込みの残飯処理。うん、残飯処理というか残飯いただける。で、最後の90で、コインとワイン。で、鍵が10消費。しかも上級のアスト鉱石も出る。こっちは確かアスト鉱石出てなかったよね、上級が。となるとやっぱり上級も出るドロップ率がありのコイン集めの残飯処理も、残飯も手に入れるということを狙うんだったら、もし残飯が欲しい場合だったら、アスト鉱石中級だったら残飯が999個もらえるんで、多分後半みんな10をやっていくっていうのが中心になるかと思います。そして9番の方は上級プラス、まあメリオダス欲しい方もいるかもしれませんので、10もいいかと思います。で、元素上級がね、これ999個いるかっていう話なんだけどね。まあゆくゆく余らせておいてもいいって言ったらいいもんなので、まあいいかもしれませんが、まあ基本的にはこの下の方の残飯で、中級をどん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 数多く手に入れておいた方が僕はいいかと思います。まあ攻略の仕方なんですけど、結局9と10を僕昨日やってましたけど、編成としてはリナ、そしてディアンヌ、エリザベス、ようやく出てきましたフレイヤー、そしてメリオダスワントップのベアでちょっとぐる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 と周回しておりやした。ちょっと見ていきますか。やっていきましょう。スキップ。もうフレイヤー上の上下だけ。そして僕はオートスキルで放置。この状態でいきます。はい、ドン。通常攻撃が2発入るんですよね。うん。で、まあこの第一ステージはいいです。上のスキルだけでほぼクリアできちゃいます。で、2ステージ目ですね、めんどくさいのは。特にパラヌス。これがね、厄介もん。非常に厄介もん。まあ、一発、このフレイヤーの下のスキルを打てば、まあ、前列3人で、シベサが1回生き返りがありますんで、ご注意をと。で、倒していきます。この中で一応、フレイヤーじゃなくて、パラヌスが、麻痺攻撃持った、スキル打ってくるんで、まあ、ヒーリングをフレイヤーだけには持たせております。はい。で、スキルも結構回ってくれます。うん。あと、何も私、今、1人しかボタンを押してませんよね。なのに、フレイヤーが結構な割合で動いてくれるっていうのは、自分が、もう弱点装備つけているかのごとく、要は弱ダメがアップしてるじゃないですか。で、彼女は実は敏捷も出してるんですよ。敏捷装備2本なのに動いてくれる。これがね、非常にラッキーです。お、オッケー、豚コイン出た。ラッキー、ラッキー、ラッキーなところでございます。まあちょっともう一回いきますと、説明不足なところもあった。第2ステージ反射、一応メリオダス君持ってるから僕一人ね前に置いてるんですよ。でもパラヌスの攻撃が意外と4人攻撃とかのパターンでうまーくメリオダスに当たんないパターンとかあるんですよね。3人かな4人かな、とにかくねパラヌス自体が全体攻撃じゃないパターンもあるんですよ。そうそう、めんどくさい。いやー、あとこのすごいね、プラトンのヒットポイント1攻撃、これ考えるとめんどくさいね。確かに。今、たまたまメリオに当たったからいいものの。これが、ちょっとフレイヤーとかに当たるとめんどくさいと。うん。よいしょ。で、覚醒スキルが使える状態だから、次の一手は絶対もう、フレイヤーに決まっていると。で、上のスキルも使えるような状況になってるから、まあ、次も動いてくれるかと思います。こっからなんですよね。これ、バラヌスが、バフ持ってますよね。これがですね、複数免疫なのか、回数免疫なのかね、ちょっと分かりづらいね。僕は回数免疫だと踏んでます。はい。で、運よくパラヌスが突っ込んでくると、メリオダスの反射で倒してくれるっていうパターンもね、
ありますんで。まあ、1分半以内。お、また来た、ブダコニラッキー。連チャンで来たのなんてそうそうありませんよ。まあ、見た通り、ここでは本当は残飯もゲットすることができます。ただ、残飯が出ないパターンもある。だから今回のイベント、今までとはちょっと変わっております。出る時もあれば出ないパターンもあるっていうことは、皆さんご注意してください。はい、ということで、イベントやっていくにはね、やっぱり編成的に、もう放置プレイが一番僕はいいんで、何にしろ、はじめ予約1、2、3、もうそっから手放し状態でやれるのが一番。で、時間があまりかからないパターンだと、昨日ずっとポチポチやってたんですけど、僕はこの編成が一番楽なのかなってちょっと感じております。そして、まぁ、ちょっとだけじゃあ、フレイヤの方とか、他の方々の装備をちょっとご紹介しておきますか。装備って言っても、ほとんど全然つけてないんだけどね、フレイヤーぐらいしか。フレイヤーが、敏将の聖女。もう全然神話の装備なんか全くつける必要性がないです。はい。いらないです。で、僕は、一応光4セット。バフ減効果あるのかなと思ってつけてます。で、反撃率アップ。もちろん、あれ、こっちブロックつけてんのかい。反撃でいいとか思います。はい、フレイヤさんね。反撃で良いかと思います。で、リングの方に、一応沈黙と麻痺。たまにですが、プラトンが動いて沈黙入っちゃう時あるんですよ。ショテル向こうが動いてきて。なので、まあ沈黙装備がよろしいかと思われます。あ、本当はですね、僕、リラのポジションに、やつを使ってたんですよ。クラハン。クラハン使ったパターンでもやってたんですけど、まあそこまで必要性がないなと。結構フレイヤの下のスキルが入るとパラヌスの回数免疫なのか複数免疫なのか、多分回数だと思うんですけど、回数免疫が剥がれちゃうんで、まああとメリオダスの反撃とかでも1回分としてカウントされるんで、まあクラハンでなくてもいける。まあ僕はめんどくさいんで、もうリナー放置しております。どうでもいい、もうフレイヤーのスキルだけでもう倒しきっちゃうっていう考えでやっております。はい、ということで、まあここ今光ついてますが、これは後ほど反撃の光に変えておきます。それでぐるぐると回ってみますか。はい、ということで本日は、コラボイベントということですが、ちょっとね、なんか心残りなのは、一応僕ね、キャラスキル、かなり、もうほとんどレベル全部、上げました。ディアンヌだけ、34で止まってんのかな？今回連れてってるか。それがね、うわ、貫突させた方がいいのかなというね、44か。44止まりなんですよ。だからあと3体足りないんですよ。これね、本当に使えない一般キャラのくせに、欲しい欲しいとかって思っちゃうんだよね。皆さん、まあちょっとここはもう気持ちの問題ですね。ずっとこのまま放置しておいていいのかって割り切れるか、割り切れないのか、さあどっちっていうようなね、なんか感覚になっちゃうんだよな。で、一回やってもやって、パラヌスじゃないや、ディアンヌもやったりしたら嬉しいな。一発行きましょう。バチッとな。ディアンヌ来い、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 スキップボン。あ、一回は燃やるんじゃないかな。一回は燃やってくれ。いきます。左下、右上、下、左下、おーしょ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 、いきますよ。はい、ズル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 、あーだーだー、挽回、まだチャンスある。右下。あー、ダメか。バンの方がレア度高いけど。はい。ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。山田さん、バイバイ。ありがとうございました。